デンマーク王国共同体は、反抗式のデンマーク語の用語であり、大陸デンマークと二つの自治領域の関係を表す。これらは、デンマーク王国を集合的に形成する。英語では、コモンウェルス・オブ・ザ・レルムあるいは、ユナイテッド・キングダム・オブ・デンマークと訳されている。フェロー諸島とグリーンランドは、それぞれ1948年と1979年より、広範囲に及ぶ。 自治権を得ている。グリーンランド自治政府の権限は、グリーンランド自治法によって2009年に拡大されたが、フェロー諸島は、フェロー諸島の自治法に従って少しずつ権限を拡大している。1953年に改正された、デンマーク王国憲法は、単一国家の憲法であり、デンマークの3地域すべてに適用される。 内政自治に関する合意はこの憲法には正式に記されていない。フェロー諸島及びグリーンランドはともに内政問題のほとんどを自ら管理している。また、これらの地域は、ある問題が王国内の自治域のみに関することで、あれば、デンマーク王国の代わりに国際合意を結ぶ。このような形態をとっているため、デンマークは欧州連合の加盟国であるが、 グリーンランド及びフェロー諸島は EU 外に泊まることを選択している。この関係は連邦制あるいは A 連邦における国家間の連合と混同してはならない。これは2つの自治領域を持つ単一の国家であり、非対称的連邦制と呼ぶことができる。フェロー諸島及びグリーンランドの代表はデンマーク国会であるフォルケティングにそれぞれに議席を有している。 以前は、ほとんどの外交に関しては、全3地域を代表してデンマークのみが責務を負っていたが、より最近は、外交政策における、両地域の役割が増大している。フェロー諸島及びグリーンランドはより自立的となっており、地政学的話題や商業漁業といった彼らの、国益と関連した、外交問題に関して、共有の影響力を有している。しかしながら、 これらの地域はまだ国際社会の文脈においてはデンマークの統治下にあり、フェロー諸島よびグリーンランドは国際社会のテーブルにおいてはデンマーク代表団に参加している。フェロー諸島よびグリーンランドは北欧理事会の一員である。北欧理事会は欧州連合とより一体となってきているが、どちらの国も EU には加盟していない。 グリーンランドはデンマークに従って1973年に欧州諸共同体に加盟する必要があったが1979年にグリーンランド自治法が制定された後の1985年に脱退した。グリーンランドはこれまでに EU 及びその前進組織を脱退した唯一の国である。デンマークが王国共同体を代表しているためグリーンランド及び フェロー諸島は国際連合、北、大西洋条約機構、経済協力開発機構、世界貿易機関の正式な加盟国ではない。デンマークは近年国際問題におけるフェロー諸島及びグリーンランド政府の関わりを増加させてきている。例えば、グリーンランドはグリーンランド西北部にある中米空軍基地に関するデンマークと、 アメリカ合衆国との間の新条約の締結過程にも関与している。デンマーク、フェロー諸島、グリーンランドの拡大図。ありがとうございます。